ミノルタ SRT101 のアクセサリーシュー電気接点は設けられていないアクセサリーシューとはカメラに外付けのフラッシュやファインダーを機械的に取り付ける部位、仕組み。後に電気的な接点を追加されたものをホットシューというマミヤ C330 プローズのアクセサリーシューペンタックス AF280T の接続部分。 TTL 調光用などの複数の接点が見える。アクセサリー集は 35mm カメラではカメラ上部 66cm 半2眼レフカメラでは本体の左側に位置するのが一般的である。それ以外のカメラではカメラによって位置がまちまちである。古い一眼レフカメラなどではこのアクセサリー集がなくファインダーの溝や巻き戻しクランク上部に 別売のアクセサリー集を取り付けるものもあった。クリップオンフラッシュを作動させるためのシンクロ接点を内蔵したものを特にホットシューと呼ぶ。ホットシュー登場後、接点のないアクセサリーーはコールドシューとも呼ばれるようになった。ミノルタ、ソニーの α シリーズ一眼レフカメラは α7700i からソニー α77NEX-7 まで独自形状の オートロックアクセサリー集を採用しており、汎用の集計状を持つフラッシュやアクセサリーは直接装着できず変換アダプターの使用を要する。カメラ以外にもブラケットやスレーブユニットなどアクセサリー集を持つカメラ用品がある。バルナックライカやライカ M 型などのレンズ交換式のレンジファインダーカメラである程度以上の望遠、広角撮影を行うためには、 外付けのファインダーが必要になる。また、このうち距離計のないカメラには単独の距離計を付けなければ実用的な望遠撮影はできない。アクセサリー集は当初、そのようなアクセサリーを取り付ける用途に使われた。キャノンのレンジファインダーカメラの一部では、ここに距離計に連動して上下するピンが装備され、専用のファインダーを装着すると、レンズの繰り出しに合わせて、 パララックスが補正されるような仕組みを持っていた。近年のデジタルカメラの一部には、オプションの電子ビューファインダーの装着箇所をアクセサリー集としている製品がある。接点が並ぶデジタル一眼レフカメラのアクセサリー集フラッシュガンによる室内、夜間撮影がプロカメラマンや愛好家に普及し、アクセサリー集に取り付ける小型のフラッシュガンが登場した。当初アクセサリー集に、 接点はなく、発行には別途シンクロケーブルを介して、カメラのフラッシュ用接点へ接続するのは一般的であった。小型のクリップオンフラッシュが登場し、一般家庭においても使用されるようになると、シンクロケーブルを接続する手間が厭われるようになり、シンクロ接点を内蔵したホットシューが出現した。ただし当時のクリップオンフラッシュは光量を調節する、機能が全くないか、フラッシュ自体に、 調光機能があるため、ホットシューの接点は一つだけだった。ただし一部のカメラメーカーは、ファインダーにフラッシュの充電完了表示を行うための接点を、さらに一つ追加したが、発光に関する機能が追加されたわけではなく、あれば便利といった程度の機能だった。1975年に発売されたオリンパス OM-2 では TTL 自動調光が採用されたが、 この調光のためには撮影用レンズを通った光の速光値をカメラからクリップオンフラッシュへ伝える必要があり、ホット周にさらに接点が追加された。その後、各メーカーとも TTL 自動調光を備えたカメラを発売したが、接点の形状、1、配線はメーカーごとに異なり、互換性はない。サードパーティー製のフラッシュの一部では周部分を交換して、 互換性を持たせているものがある。一部の例を挙げる。ありがとうございます。